こっちの前でヒレを上げてるのかな、もしくは上げさせられているのかわからないんだけどさ、前から3列目の通路側から3番目かな、頭に2枚貝ついてる女性かな。やあ、こんにちは。こんにちは。名前は何ていうの？ナナです。ナナ、聞きたいことはあるのかい？明日からディズニーが休園になっちゃうと思うんですけど、その間クラスは何して過ごすんですか？ちょっといろいろ聞いてもいいかい？ディズニーって何なんだい？ここここニューヨークだね。ちょっとよく分からない、休園というのは一体何なんだい？休園というのは一体何？休み？休み？よく分かんないぜ。ディズニー、お、待ってくれ。君が言ってるディズニーの休みってこれかい？これは君の言ってるディズニーで合ってるのかい？あ、はい、そうです。これが休みってこと？それがなんだろう、ずっと休んでるよこいつ。たまにさ、サンゴの上に横とすら無限の体へさあ来たーって言うんだよな。でもそれしか言わないんだ。そうか、ちょっと これがディズニーってことは分かったんだけど、君の言ってるその休園とかちょっとよく分からないんだよな。答えてやれなくて、ナナごめんな。お話できてよかったぜ。ありがとうな。お前たち、最高だぜ。ラインの隣にいるお兄ちゃんと話しましょう。やあ、こんにちは。こんにちは。名前は？セイノウタです。セイノウタ、質問は何？この4ヶ月間ぐらい、ここに人間が来なかったと思うんですけれど、その期間、クラッシュは何をしていたんですか？おお、そういえばここ来たけど誰もいなかったんだよな。おお、そういう時は帰る。俺は人間と話しに来てるから、ここに誰もいなかったら帰るしかないよな。おお、最近何をしてたか。そうだな、子供たちといっぱい遊んでたな。だってさ、俺には65匹も子供たちがいるんだぜ。そうそう、さっき話したスクワートは一番下、末っ子だな。上から言うと、キアヌ、ルル、サンディ、4D、5D、6D、7D、せーの歌止めてくれてもいいんだぞ。にぎやかで毎日すげー楽しんだ。お前たち最高だぜ。前から2列目、通路側から数えると2番目に座っている人がヒレ上げてくれたね。やあ、こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うんだい？ゆうやです。ゆうや、聞きたいことは何だい？今彼女と一緒に住んでるんですけど、喧嘩しないコツってありますか？喧嘩しないコツ、まず何が原因で喧嘩するんだい？僕が家事をしないこと。家事というのは何なんだい？皿を洗ったり洗濯物をしたり。ちょっとよくわかんないな。人間の世界には不思議なことがあるんだな。その家事というものを君がやらないから喧嘩をするんだよね。あとなんか、そうですね。ん？なんかコミュニケーションのすれ違いみたいので喧嘩しちゃうんですけど、それは仕方がないよね。でも一つ言えるのは、君が家事をすれば喧嘩しないんじゃないかよ。もう答え出てるよな。ってことは君次第だ。頑張って仲良くやってくれ。お前たち最高だぜ。こっちの後ろでヒレを遠慮がちに上げてくれてる女性が言うな。前から2列目、通路側から2番目の女性かな。いや、こんにちは。こんにちは。名前はなんていうの？セイナです。セイナ、聞きたいことは何だい？今彼氏がいないんですけど、どうやったら結婚できますか？知らねえよ。彼氏がいないのに結婚を求めるんだな。まずはパートナーを探すことから始めることがいいと思うんだよな。セイナはさ、どういうやつが好きなんだい？子供っぽい人が好きです。子供っぽい人？どういうこと？なんかこう、遊び心を忘れてない大人の男性。おお、ちょっと待ってね。この中で遊び心を忘れてない大人はいるかい？いたらひれやってくれ。
お、何人かいるぜ。しかもさ、セイナ、ユウヤがヒレヤギなの。また喧嘩の原因が一つできたかもしれない。仲良くやってくれよな、お前たち最高だぜ。じゃあ今度はどこに行こうかな。ガイドさんだ。ちょうど今ガイドさんの目の前にいる男性からヒレ上げてるんだよね。こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うんだい。セイタです。セイタかい。セイタです。セイタ、よし、聞きたいことはなんだい。前とか動画とかでクラッシュを見たときに、前まではうおーって挨拶してたと思うんですけど、飽きましたか。ちょっと俺からいろんなこと聞いてもいいかい。動画って何。動画は映像ですね。映像って何。クラッシュを見ることができる、携帯で見ることができるやつです。またわからない言葉が出てきたな。そうかそうか、俺のことをどこかで知ってくれたんだな。で、その時に俺が挨拶でウォーを言っていた。ウォーって言ってました。うん。で、ウォーにはもう飽きちゃったんですか。飽きてねえよ。勝手に決めないでくれ。まあウォーっていう挨拶もあればさ、言わない挨拶もあるしな。いろんな挨拶があるんだぜ。特にこだわったりはしてないんだけどさ、君はどうしてそこに急にこだわったりしたんだい。ウォーが言いたかったです。そうか、いつでも言ってくれ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問のあるやつにはどうだい。なんだってぜ。お、真ん中後ろのな、カラフルなノリを頭に巻いてる人がいるんだよね。わかるかな。今もヒレをすんげえ振ってくれて、もう一回ヒレ上げてもらっていいかい。ああ、そうだそうだ、こんにちは。こんにちは。名前はケンタロウです。ん、ケンタロウを聞きたいことなんだい。僕の女友達にプロポーズを待ってる人がいるんですけど、うん、その人が結婚できるためにはどうしたらいいですか。プロポーズさせればいいんじゃないかい。それは来てるのかい、相手は。その人も彼氏は来てないです。お、彼氏は来てないけれども、その相手のパートナーの女性はいるんだね。今います。ちょっと話を聞こうかな。どこにいるんだ、ひれ上げて。どこだい。ああ、ちょっと聞こうかな。名前はなんていうの。ミクです。ミク、彼はどうしてそのプロポーズをしてくれないんだ。まだいろいろ悩んでるみたいです。何を。結婚相手を誰とするか。君じゃないのかい。すげえ根本的なことで悩んでるんだな。じゃあ今度さ、そのパートナーと一緒にここに来て俺と話をさせてくれ。でもさ、きっと素敵な人生が待ってると思うぜ。俺応援してるぞ、頑張れよ。みんな拍手送ってくれ。お前たち最高だぜ。で、2列目の、あ、じゃあこっちの通路から2番目から真っ先に開けた。じゃあ、そう、彼かな。よ、こんにちは。こんにちは。名前なんていうの。かなめです。かなめ、聞きたいことなんだい。彼女を作るにはどうしたらいいですか。もう探せよ。探してる。探してます。見つからない。見つからないです。例えば、そうなら俺はパートナーとシェリーと会ったのは海流だからな。偶然出会ったんだ。人間ってそういう出会いはないのか。なかなかないですね。女性と出会ったことないってこと。はい。そうか。あ、ちょっとちらほらいるな。ちょっと待てよ。じゃあこの中でカラメと付き合っていったやつを開いて。ちょっとみんな黙らないで。ほら、ちょっとみんなカラメの方見て。残念な報告がある。冗談だ、そのうち見つかるはずだ。みんな彼に励ましの拍手だ。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の質問あるやつ開けて。何でもいいぜ。あ、じゃあカイロさん、こっちの前にしよう。2列目の端、そこの君さ。 ありがとう。よ、こんにちは。
ちは。名前なんていうの？吉田です。お、ごめんな、もう一回教えて。吉田です。吉田、聞きたいことなんだい？あの、彼女がいるんですけど、どういうことをしたら喜んでもらえますか？かなめつらいよな。でもこれもいいアドバイスだと思ってちょっと聞いててくれよ。そうだな、どういうこと？そうだな、例えばそれを俺がこれがいいんじゃねえかって言ったとしても、本当にそれで彼女が喜ぶとは思わないな。もし喜ばせたいと思うなら素直に聞いてみるのもいいかもしんねえな。でも一番は君が彼女のことを喜ばせたい、そういう気持ちが伝われば彼女は何でも喜ぶと思うぜ。頑張れよ、みんなエールの拍手だ。最後ので違いの通路から4番目の男性かな、その人話しよう。こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？シュウです。シュウ、聞きたいことはなんだ？今日妹と来てるんですけど、妹が反抗期で怖いです。どうすればいいですか？諦めろ。そういうもんだからな、多少そういう風になっていくもんだと思った。シュウとその、あ、隣が妹？はい。あ、そう、妹の名前なんていうの？リンです。リンはシュウと何歳ぐらい離れてるんだい？1個離れてます。あ、全然変わんねえんだな。そんなもんか、なるほどな。まあ、反抗期っていうのはシュウがどれぐらいに捉えてるのかわかんないけど、とりあえずシュウな、1個だけ言っとくけど、シュウとリン今日一緒にいるんだろ？それ全然反抗期じゃないと思うよ。まず一緒にいること自体が君のこと絶対好きなはずだからな。それ勘違いだと思うから、これからも仲良くするといいと思うよ。みんな二人に拍手してあげてくれる？お前たち最高だぜ。後ろから2列目の内側の通路から3番目でな、男性がひれ上げてくれた。その人は謎か。こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？横井正弘です。横井正弘、聞きたいことなんだい？25歳なんですけど、笑顔って言われて悩んでるんで、アドバイスください。不笑顔って言ってたのかな。あ、それはどう、25歳よりももっと老けて見える、単純にそういうことでいいかい？あ、そうです。あ、そうなのか。アドバイスってのはどういうこと？その若く見られたいとかそういうことなのかな。あ、そうなの。お前でも顔はさ、よくわかんない。別に顔を変えるとかウミガメの世界でそんなもんはないから、俺が君にできることはもうちょっと元気よく喋ったらどうかな。ますます老けてる感じになるから、そこの見た目じゃなくてな、そういう元気の良さから変えていけよ。頑張れな。みんな横井正弘に応援の拍手してあげてくれ。毎日最高だぜ。ハイドロフォン壊れたか？ハロー、ハロー、なんだベイビーだ。よし、ちょっとベイビーを呼んでみよう。おーい、ベイビー。クラッシュ、やー。やー、ベイビー。ハロー、人間。なあ、ベイビー、得意のエコロケーションをみんなに見せてやってくれないかい？見てて、うう、何か見えてきた。お、うわ、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。お、じゃあラベリー。うん、耳が4つ。ああ、わかったぜ。みんなの頭にくっついてる丸くて2つのやつだな。ベリー、あれは耳じゃない、二枚貝だ。でもさ、あのエコロケーションちょっと誰か人間の中でやってもらいたいんだけど、誰にやってもらおうかな。よし、あいつにやってもらおう。ノリトシ、君の出番だ。ノリトシ、エコロケーション使ってさ、俺のヒレが何本上がっているかを当ててみてほしいんだ。いいかい、まずは両方のヒレ頭の横に持ってきて、そうで、しっかり目を閉じて下を向いてくれ。そうだ、ノリトシ、いいかい、俺が言ったまで絶対に目を開けちゃダメだぜ。
今の体勢のまま、うーだ。いくぞ、せーの、うー。うますぎるぜ、もう一回いくぜ、せーの、うー。よーし、のりとし、まだ目開けるなよ、顔を上げるな、のりとし、俺のヒレは3本上がってる、うー。見えてきたかい、よん。後ろのヒレを入れてきたんだな。みんな彼に拍手を送ってくれ。カエル、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 パパ、パパ、カエルに乗ってサーフィンしようよ。ああ、分かった分かった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと話ができてすげえ楽しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。また。